はい、谷口聡志です。今日はですね、新電図コミュニティにいただいた相談に対するお答えをしていきたいと思います。今日はですね、まあ、前回に引き続きですね、ロッキーさんの相談ですね、救急隊の方です。はい、おはようございますということで、昨日に引き続きの失礼ですが、心電図とは関係ない質問なのですが、分かる方がいらっしゃいましたら教えてくださいということで、現在救急車に携帯心電計の導入を検討しています。私が所属する消防本部では導入の実績がありません。いくつか調べてみましたが、どのメーカーのものが良いのか分かりません。もしおすすめの携帯心電計がありましたら教えてくださいということで、こちらにですね、オムロンの、携帯心電計のですね、リンクが載っております。はい。これに対してですね、ナムさんがですね、当院でオムロの携帯心電計を使っていますと、操作等は簡単で波形も綺麗ですが、5、6年に一度故障する印象です。他の機器は使ったことがないので分かりません。ということで、ナムさんからの回答をいただいております。はい。で、これに対してロッキーさんがですね、まあ、どういう、ことが消防隊で行われている消防隊ですね、その心電計のですね、その導入についてですね、今まではこう AED をこう使われてたらしいです。ただですね、AED をこう持ってですね、この救急搬送の時にですね、AED がこう大きくて、また重くてですね、救急この運ぶときにですね、この重いということで、この、行動がこう遅れていくということがあるということで、現在はですね、消防車の場合はですね、消防車の場合は、AED はですね、こう、救急車の中に置いておいて、AED を持たずに外に出て、そこから帰って、救急車に運んでから心電計を取るようにしているということです。ただですね、その現場でもこう心電計を取りたいよということがあるということで、その場合はこの小さいですね、携帯型の方がいいんじゃないかということで、そのような使い分けをしていこうというふうに考えてらっしゃるそうですね。はい。なので、この携帯型心電計がですね、救急車に導入できれば、救急現場が変わるんじゃないかというふうにですね、本当にこう前向きな意見でですね、この相談をされてます。はい。なので、まあ、これをですね、まあ、どのようにもうしていくのか、これに対してはですね、谷口聡志は明確な答えを持っておりませんので、まあ、ナムさんもですね、こう、面白い運用の検討ですね、というふうに言われてますので、まあ、これもですね、ちょっとどうなったかっていうのをですね、こう、聞いていきたいな、というふうに思います。これからですね、この、現在、導入に向け、上司の説得をの準備をしています、ということで、本当ですね、まあ、他のね、救急隊の方、救急、本部でですね、どのような運用されているのかとかですね、そういうのがね、この心電コミュニティの中でもですね、聞ければですね、面白いかなというふうに思います。まあ、オムロンのね、その心電計っていうのはどういうものかっていうとですね、手のひらと、これ、カタログを見たんですけども、手のひらに、こう、このくらいのですね、大きさ、このくらいの大きさの、機械ですね、手のひらにこうつけると、もう一つは指にこうつけると、そうするとこう心電計が見えますよ、心電図ですね、波形が見えますよというものです。今ですね、アップルウォッチでもですね、こういうアップルウォッチでも心電計がですね、日本ではまだ承認されておりませんが、もう海外ではですね、こう見えるわけですよ。ここにこう3点のですね、電極を置いてあって、2点なのかな、ちょっとそこまで分かりませんが、その電位差を使って心電計を、波形を見るということもできますので、こうね、手のひらと指を使えばもちろんできます。そしてですね、まあ、なんか手首と足首でこうで見えたりもするみたいなことを書いてありました。で、谷口聡志が知ってる心電計でですね、まあ一つどういうものがあるかというとですね、置き型ですね、胸の上にポンと置くと。ポンと置いただけでも心電計が見えるというものもあります。そこでこう3点の、電位差を取ってですね、そこで心電図が見れると、置き型もあるということです。まあ、他にもですね、携帯型あるかなというふうに思います。ちょっとですね、この携帯型について谷口聡志もこの使っておりませんので、ちょっとこの詳しくはないんですけども、こう置き型もあるようなことはですね、まあ記憶の中にはあるということですね。こう置いて使うもの、こう当てて使うっていうんですかね、置いて使うて。まあそういうものもありますので、まあ、オムロンでもね、悪くないかなとはいうふうに思いますので、ぜひですね、いろいろ見ていただいて、そしてですね、これを見てですね、あ、こういうのもあるよ、こういうのもあるよと言われる方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、ここで教えていただければなと思います。以上です。谷口聡志でした。ここで質疑応答全部受けれます。はい。これはクローズドなんですけども、まあどういうことかというと、LINE グループでやってます。LINE グループ。はい。この LINE グループがありまして、ここでですね、いろんなですね、臨床からの、相談事がですね、ボンボンと飛んできます。で、それに対してですね、谷口聡志がまあ答える。まあもちろんですね、そこにいるメンバーの皆様も答えてて、こうやってですね、資料もつけてくださったりするんですよ。他のメンバーの方が。すごくいいコミュニティになっております。で、谷口聡志がですね、その一人一人にこの動画で答えるということをやっております。こんな感じですね。はい。
動画でも、これもすべてこのスマホで見れます。まあ、LINE の中に。でですね、これですね、あのノートという機能があってですね、あそこに今ポンと押しました。はい。そこでですね、今までの質問に対する動画がですね、すべてあります。もう50本、54本、55本以上あるかな。あると思います。で、これを見てもらうだけでも、実際の心電図があって、それに対する、まあ、こういうふうに考えるんですよ。もっと言うと、臨床ではこう考えてくださいということですね。教科書には載ってない波形もありますし、教科書では言われてない説明もあると思います。なので、これをですね、こう一つずつ見てもらうことも全て、心電図を読むということにつながりますので、ぜひですね、こちらにも入っていただきたいなと思います。今これですね、医療系でナンバーワンのコミュニティになっています。ぜひですね、ご協力よろしくお願いします。